したもの。これならどこからも文句の出ない立派な激辛ラーメンであります。まあ激辛ブームとはいうもののすごい麺を作ったもの。このお麺はスープは、はい、いいな、辛くてね、うん。さらに変わり種ラーメンといえばこのお店、ラーメンは豚骨スープの片面で熊本ラーメンの伝統を受け継いでいますが、突然ありがたいお経のサービス、店主自ら描いた不動明王が飾られて異様なムード。毎日お経ね、仏様にお経あげる。お客様がいらっしゃる時にこういうふうにやることあるんで、うん、でたまにね、ヤクザとか悪人はこのここのちょうど不動明王の前に座るとそわ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 、だからこういう格好してラーメン屋しておけばいろいろ聞いてくるんですよ、ね、実はこういう悩みがありますとかね、それに答える、まあそれが楽しみでラーメンやってるんですけどね。まあ熊本ラーメンの世界にも変わり種はいろいろあるものです。熊本県のほぼ中央にある町へ足を伸ばしました。お、ほら、日本一の町の石段、3333だ。日本一の石段は今話題の細川さんが県知事時代に提唱した熊本日本一づくり運動の成果の一つで、県内には他に大理石の恵比寿像や天草四郎の銅像が細川県政時代に作られました。コンクリート造りの十字架は昨年建造されたもので、これも日本一、おまけですが世界一のカッパもいます。日本一の石段は中央町の自然遊歩道にあって、標高差600メートルを上る全長 2.9 キロの石段、着工から9年の歳月をかけ昭和63年に完成。尾根を縫うように走って3333段、総工費は5億円でした。日本一の石段、すいません、お登りになるんですか。こんにちは。あ、ちょっと今登ってみようかなと3人で春秋してるんですけどね、どうしようかなと思って。どうぞ挑戦してみてください。挑戦という言葉を使えない。大変ですか。そんなすごいものでございますか。すごいですよ、あの登るたんびにですね、3333円貯金やってます、こういったんです。あ、全部3333円。そうですね、51回で、16万9000。あら、うわー、大変。ですから16万9000段登ったということになります。あ、そうか。1段中1円だから300回登ると100万円になります。99万9900円ですから。80回以上登ってると健康と蓄財を兼ねての石段登りの人もいますが、さて石段の上には何があるのでしょうか。期待に胸をワクワクさせて、いざ石段登り。先生座り込んでるわ。もう三坂さんは900段目でリタイア。1900段目だわ。1900段目。ああ、まだあんなにたくさんあるよ。登っても登っても石段は続きます。2300段を通過。2600段目。言葉がなくなってきたな。言葉が、はあ、2600段ここまで登ったらあとは惰性。もう膝がガクガク。でも上に何があるかと思えば力も湧いてまいります。あ、来たよ。うわぁ、3300段あと。あ、333。いや、33だ。行くよ、行くよ。もうすぐと分かると突然力強い足取り、厳禁なもの。3333。また。あれ、やっと着いた頂上ですが、石段の上には何にもない。心虚しい二人でありました。中央町からお隣の矢部町へ。ここには三人組がぜひ見たいものがありました。通潤橋。通潤橋、もう水がバーッと出てないですね。ああ、両岸出るんだね。ねえ、やっぱ水出てほしいな。ああ、
あ、いいね。まあ、いい眺めですよ。おお。こんな穴が大きいんだわ。絵はがきはここから出てる。ここから出てるんですよ。線してあるじゃん。あ、線してある。向こうの線してあるだろ。だってこっち出てないんだもん。あ、それ線してあるよ、ほら。あ、線してある。杭が打ってあるよ。大きな線してある。見てるだけでケツがもぞもぞする。そう。風神橋の放水について書いてある。あ、書いてあります。常時放水は行っておりませんが、観光客の皆様のご要望が強いため、放水料は1回5000円。看板を見まして、あの電話差し上げたんですけれども、ぜひあの放水されてるところを見たいんですが。はるなさんですか？あ、どうしてお水が出てないのかしらと思ってね。どうしてだろうって言いながら登ってきたんですよ。こっちの方があの脇にあの水が少ないようでしてですね。こちらが水が少ない。はい。それでこちらの方の大地が水が多いお豊富ですから、はい、こっちの水を橋を通して向こうに置くだけですよね。あ、向こうの水の豊富なところからこっちの方に水を送ると。はい。水を流す穴も観光用とかじゃないんですか？観光用じゃありません。これ橋の中のですね、あの 砂が溜まりますから泥抜きです。あ、泥抜き、はい。年間ずっと水を渡しとったらですね、これ橋が低く下がってますから、そこにあの砂が溜まるわけですよね。土砂が。だけどそれを掃除するためにこう作ったものですから、観光目的で作ったものじゃありません。ね、はい。じゃあこれお渡し。はい、どうも。確かに。あ、いよいよ。あ、そういうふうに叩いて。叩きで。叩きだ。あ、おお。おお。すごい。高さ20メートル。幕末に作られたこの通潤橋は優れた土木技術の成果です。山里から海辺の町八代へとバスの旅。八代は熊本に次ぐ県下第二の都市。不知火の海とも呼ばれる八代海に興味を覚え港へ直行。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今から漁行くんですか？はい、そうです。ああ、こんにちは。この船でいらっしゃる。おお。何を取ってる？シャコです。シャコ。アラジャコみたいなやつでしたよね。お寿司でおなじみのシャコとは似て非なる生き物、アナジャコ。船で沖へ出ますが、漁場は潮が引いた干潟。八代海は有明海と同じように干満の差が大きい。潮が引けばアナジャコ取りの絶好の漁場。3時間半ぐらい掘って。この辺穴ぼこいっぱい開いてますね。おお、いっぱいあるじゃんか、穴ぼこ。ここにみんなおるわけだ。砂の奥深くに隠れている穴じゃこを掘り起こして取るシャクコネ漁。あ、ちょっとちょっと出てくるな。おお、泳げた泳げた。夫婦で力を合わせての作業です。重労働ですね。重労働。重労働ですよ。あ、これは膝まで。あ、出てきました。エビみたいな。おっかず似てるでしょ。違う、これ、これシャコないの？これシャコ？でもな。なんとも手慣れた様子で泥水の中から穴ジャコを拾っていきます。あ、これ先生見る前にいっぱいになりましたね。え、全部いっぱいになったな。砂を掘り返す作業も、アナジャコを拾う仕事も、骨の折れる重労働。最近ではアナジャコの数も減って、今ではハエナワ漁の餌として使われるだけ。出荷はしておりません。今日は特別に郷土料理を作っていただきました。なお味噌ば入れます。はい、大体おすり味噌がよかですよね。またこれでまたする。はい、お味噌のつぶるのでですね。うん、まあ、ちっとばからないしてるんじゃない。あとはおいしければまだよくやった。ああ、これじゃこ、シャコ味噌。一生懸命お母さんね、吸ってくださって。おいしい、これは。おいしい。まあ、1週間ぐらいしたらまだおいしいなんですよね。もっとおいしくない。あ、これもいける。冷蔵庫に入れときになった方がよかですね、やっぱ。冷蔵庫に入れてみて。ちょっとウニのような感じもしますね。だけど、あの、辛
殻が一緒だから口の中でジャリジャリジャリって、あの殻がまたいいですね。働き者の夫婦が息を揃える釈子内漁に八代海の春を見て、島から島をつなぐ5つの橋を渡り、天草の奥へ奥へと向かいます。1号橋って書いてある。九州本土と天草の島々を結ぶこのルートは美しい景観が楽しめて、天草パールラインと呼ばれております。開けてて、素晴らしい。人だかりを発見して大谷の町で途中下車。一体何が始まるのでしょう。大谷の町では第22回パールマラソンの開催中。ところがこのマラソン一風変わっておりました。体形を生かしてサッカーボール、妙ですね。赤い腰巻きを。びっくりした。これ何入ってるんですか。風船。何のメイクですかこれ。おてもやんで走ってるんですよ。熊本民謡でおなじみおてもやんに変身、妙ですね。石山重くないですかこれ。11キロあります。11キロ。ちょっと待ってください。11キロ。実はこのマラソン、市民健康マラソンの元祖と言われ、リクレーション気分で参加するのがモットーのマラソン。いつの頃からか仮装行列風になりました。20回連続出場のおてもやんもおなじみの人気者です。いくつですか。91。素晴らしい。いくつまで走りましょうか。100まで。100まで。うわ、早いね、結構ね。沿道の人々もマラソンというよりはリクリエーションに参加ですが、ギターを抱えた昔ヒッピー風の方などもいらっしゃいまして、応援も多彩でございます。コースは10キロと20キロの2つ。2人は10キロコースを完走。914番だ。いやすごいじゃん。914番。91歳のあの方も完走。ゼッケンの赤十字はご自分が医者だという印だそうで、危ないぞのサインではありません。カラオケセットを担いだおてもやんも完走です。どうもお疲れ様でした。底抜けに明るい天草パールラインマラソンを楽しみ呆れ、さらに天草諸島の最も奥を目指します。八代海に帆いっぱいの風を受けて伝統の打たせ漁、ちょっとお邪魔して八代の海の幸をいただきました。肉がこんな熱いから。次から次と手が出た。さて、いよいよ天草のエキゾチックゾーン、先津へ。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。キリシタン弾圧の悲しい歴史を持つ先津、ひっそりとした漁師町のただ中に、ひときわ目を引く先津天主堂、厳かな気分になってまいります。これ九州の人たちの心の温かさっていうのはやっぱり僕は嬉しかったな。九州横断各駅停車路線バスの旅、先津の入り江は穏やかな春の表情を見せて旅人を迎えてくれました。
いや僕もね、はい、実はもう昔